どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、デンチマン、モンキーデンチマン、ちょっと猿感が増したあのデンチメンあのワンキル性能が高まりましてですね、デンチメンデッキやっていきたいと思います。新パックによって除去が増えましたんで、そこそこ強いです。あのデンチメンってもともとどういうデッキだったかっていうと、デュエルリンクスではね、業務用というこの、モンスターで除去を行っていくデッキだったんですよ。これしか一応除去は、除去モンスターはいなかったんですよね。だからまあ、あのスナイプストーカーとか入れたりとかしてたんですけども、昔は、現状新パックで登場したこの燃料デンチメンというこのモンスター、可愛いですね、非常にこんな顔してこいつめっちゃ強いです。どういう効果かっていうと、燃料を相手にぶっかけることによって、相手のモンスターでも魔法トラップでも1枚ねカードをねバウンスできるんですよ、手札に。まあその代わり電池面モンスターとか、電池面と名の付いたモンスターかを、リリースしないといけないんですけども、これ何が強いかっていうとですね、しかもなんかこれあれなんですよ、フィールド上に電池面と名の付いたモンスターが2体いると特殊召喚ができるっていう、なんかすげえ雑に強い効果を持ってるんですけど、どういうことを、まあ、やっていくかっていうと、この充電池面っていうのはもともといたんですが、これでアドバンス召喚できるあの5モンスターで、で召喚に成功すると充電池面以外の電池面を特殊召喚できるよと、デッキ化できるんですよこれ。まあもちろん手札からもいけるんだけど、デッキ化手札からいけると。だから充電池面アドバンス召喚して充電池面でアドバンス召喚して何出すかっていうと、この辺の、燃料電池面とか、あと新しく追加されたこの、電池面角型っていうね、このなんか頭が浮いてるおじさんがいるんですけども、このおじさんが召喚か特殊召喚か反転召喚もいけるんだっけ、これいけるわ。反転召喚でも成功すると電池面モンスターを何でも持ってこれるんですよ、サーチできる。で一応攻守が倍になって、で自分のエンドフェーズに死ぬよっていう効果を持ってるんですけども、この角型でサーチできるのすげえ強くて、充電池面持ってきたりとか、この燃料電池面持ってきたりとか、要は足りないカードこれ持ってこれます、もちろん持ってこれて、で相手の盤面を除去しつつ最終的に業務用も出して一気に粉砕して殴るというね、攻撃になってます。結構簡単なんですよ、まあ、初動としてはやっぱりこのボタン型と太陽電池面からの蘇生っていう今までのムーブはまあ変わってないんだけども、これ強くなったのは角型でサーチができるようになったよっていうことと、あとやっぱその送っといたやつをこの充電器バッテリーチャージャーで蘇生するから、これで一気にこの充電池面からの展開をして、燃料電池面2体とか並べて、燃料電池面で2枚バウンスして、業務用も出してワンキルということができるようになったので、これが非常に強いでですね、バックがやっぱりちょっと弱いんですよね。その出てきた瞬間に狡猾とか、あと、底なしとかされるとちょっとめんどくさいんで、まあ、そういうことされないようにバック除去はあった方がいいかなと思ってハリケーンにしてます。もうそろそろこのカードはいいかなとこのカードはそろそろもういいかなと俺は思ってます。まあ、そろそろこれ禁止っていう事項を作ってね、これがあることによっていろんな、デッキが死ぬのでいいかなと思ってますね、極小期ハリケーンは。はい、というわけで早速モンキーデッチメンのワンキル能力をお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ行くぜ、俺と共に前デッチメンこれちょっとやべえなこれちょっとやべえな、太陽デッチメンの効果発動、墓地にデッチメンモンスター1体を送るぜ、角型を墓地に送るぜ。これさあ蘇生した方がいいかな、これいいか別にもう知らない、お祈りターンエンドなめっぷすぎ。ちょっとワンキルされるのはもうしゃあないかなって思うんですけど、アシンメトワイズオッケー。今一人一人のうっ目を覚ませばタイムトゥゴー、強くあるために。イッサさん元気かな、イッサさんそろそろあれかな、イッサさんって何やってるの今最近見ないけど、イッサさんってまだあれですか、 USA ダンス一時期流行りましたけどね。セットオッケー、バトルオッケー、オッケー死なない、オッケーセーフ
しない、オッケー、ドロー、あ、オッケー。まあ、あの伏せカード2枚何かちょっと分かんないんだけど、まあ、ちょっととりあえず戻します。とりあえず戻したいです。タイラントドラゴン、オッケー。タイラント、オーケー。タイラント効果使うかな、これ。あ、タイラント効果使う。タイラント効果使ってタイラントを出していく。オーケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、その伏せカードは今日極小的ハリケーンからのバッテリーチャージャー発動。バッテリーチャージャーの効果によって墓地のデンチメンモンスター1体を特殊召喚できるぜ。そして核型効果、特殊召喚に成功した場合、デッキよりデンチメンモンスター1体を手形に加えることができる。さらに俺はフィールド上の核型をリリースし、充電地面をアドバンス召喚。充電地面召喚時効果発動、デッキよりデンチメンモンスター1体を特殊召喚できるぜ。これはですね、まあさすがに燃料電池面か、燃料電池面ですね。燃料電池面特殊召喚、さらに手札より燃料電池面を特殊召喚し、ギル発動を先にしておこう。粉砕だ。さらに燃料電池面の効果発動、フィールド上の電池面モンスター1体をリリースすることによって相手のフィールド上のカードを1枚手札に戻すことができる。よし、カードを1枚セット、バトル。ふっさい強い対戦、ありがとうございました。規制は納得、粉砕規制納得。さあ、お相手の方、野生のハゲですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。太陽電池面召喚、太陽電池面の効果発動、墓地に角型でいいかな、角型でいきましょうか。で、カードを1枚セット、ターン終了でですね、タイミング逃すんで、これタイミング逃すんでチェーン1で発動しないとこれコツ作業されると、コツ作業されてチェーン何2で発動するとタイミング逃すんで、角型ここでもう発動しようことをお勧めします。で、充電地面持ってきて、で、これで肉壁を出していく。オッケー、これ多分知らない、多分死なないとは思う、これで。タイミング逃すのマジやめろよ。三伏せめんどくせえな、三伏せガチめんどいな。三伏せやったらもうエンドでいいんじゃない、これもうひたすらにエンドでいいや。もうちょっとまあ穴場がされたらもうちょっともうなんかアドバンス召喚して殴りに行くしかないんだけど、ラバゴはちょっと待ちますか。ラバゴ待ちしましょうか。ラバゴ一回吐かして、まあ、ハリケーン引くか、まあ、ラバゴされるか、ちょっと待ちましょう。お、マッシュボールや攻撃表示、積極的ですね、積極的ですね。なるほど、これ殴りませんよ。でも俺そんな重さ殴らないよ俺。まああれ戦闘破壊できないしな、そして戦闘ダメージも受けねえし、ひたすらにあとはあのハリケーンを引きまで待つっていうお仕事を僕はしていきましょう。投げ、ちょハリケーン早せえやマジで、ちょハリケーン、ハリケーン、ハリケーン、ハリケーン。で、太陽電池面の効果発動、太陽電池面の効果によってなんかいい感じのモンスターを落とし、あと4分の14分の14分の1、まあ多分ね、どうせなんかあるんだよ、なんかあるんだよ、なんかめんどくせえカードは。でもハリケーン2枚引いてこれでも決めに行く。よし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 、いくぜ、極所的ハリケーン取れ。リンネオッケー、リンネはオッケー、そこまで読んでた、そこまで1回読んでいた。オッケー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 。もう1枚いきますよ、ハゲ、クソハゲが、おとなしくアデランス通っとけ、局所的ハリケーン。おお、無限に無限にリンネしてくるな。あと2000か、あと2000だ、オッケー、あと2000オッケー、そこまではオッケー、把握。先にそうですね、まず業務用からいきますかね。こうしましょうか、何でもいいや、これ除外するのは。こうして、でここ着地は、ここ着地なんかありますか。あ、ない、あー、なるほど。じゃあ墓地の電池モンスター1体を除外し、相手のフィールド上のモンスターおよび相手のフィールド上のセットされたカード1枚をずつ選択してこのカードを破壊していく。そして燃料電池面を特訓リリースして
燃料電池面召喚、燃料電池面の効果発動、フィールド上の電池面をリリースし相手のモンスター1体を手形に戻す、さらに燃料電池面も特殊召喚。クソ怪役が弟行きやがれ、クソったれ。さあお相手の方、カイバー社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、社長対決、日本を牛耳る者対決。太陽電池面召喚し、太陽電池面の効果発動、太陽電池面の効果によって角型を墓地に送り、カードを1枚セット、ターン終了。そしてドローフェイクで速攻打っとく。打っとく、タイミング逃すから打っとく。角型効果セット、そして太陽電池面の効果に角型の効果もチェーンして発動、角型の効果によってデッキより、これは燃料電池面でいいかな、業務用でもいいけどな、難しいな、燃料電池面かな、燃料電池面持ってきて、で肉壁出して、肉壁出して、で、ターンエンドじゃねえや、相手のターンだった。相手のターンやと、すまん、ソラカス、ソラカス、バカな、なんだと、なんだそのデッキ、おい、いつのデュエルリンクスだよこれ、おい、なんでソラカスって、どういう状態これ、ソラカスは草。しかもちょっと強えって、シール、なるほど、シール、あ、これダイナ来る、やっぱリコンだからあれだよね、あのセットはモンスター破壊だよね、あーじゃないよね、オッケー、リコンだからセット型破壊やから、いやこれ見て知ってます、ソラカスってクーランっていうデッキ知ってます。これいつの時代のデッキだよこれね、あ、昔の環境デッキなんですよね、まあ、あのもし詳しく知りたい方はあれ見てください、デュエルリンクスの歴史の授業の何ゲームやったっけな、何ゲームやったか忘れたけど、先生がね細かくソラカスっていうのが何たるかについてね解説してるんでね、ワンキルとかだったっけ、じゃあモンスター編かな、モンスター編かなんかでやってると思う多分。よし、2000シビア硬いぜ、ドロー、 OK、 角型リリース、充電地面召喚、充電地面の効果と、充電地面の効果によってデッキより燃料電池面も特殊召喚、よし行け、うわー、やーうわうわうわーっ、粉砕つえつえ、おい、作り方の最強か。